どの動物が一番耳が大きいか。ウメルファルク。やらさい。勘違いしてるよ。間違っている。はい、バラット。ラビット。あんたは間違っている。はい、質問は何でしたか。一番大きな耳を持つ動物。大きな耳を持つ動物、正しい。フィール、正しい。大きな耳を持つ。やらさい。エゴズビラヒミレシェイタノロ。良いわいかい。興奮してますか。わかったよ。アンニーのお兄ちゃんを何と呼ぶか。ウメルファルク。え、やらさい。ゆっくりやれ。まず話させてください。オッケーと。え、エレネ、はい。ゴリずつのに、ティームで、まだ終わったないよ。手づかみで、アンニーの、トゥーテちゃんで何時かなのか。アメット。いや、なぜ答えは3時後なのか、アメット。やずっくヘッドな。最後にも一つ質問させて。オッケーと。正解した人が勝ちです。オッケーと。ここで簡単な質問があります。イチタンモルはどの地方に。ウメルファルク。やらさい。カラデヌゼ。もちろん。17の2倍と。バトルと。ちょっと待って、ホジャム君。34。は ?34? マジで。わかりました。何へへ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 ほじゃむくん2点か。3と言った。見て。3。もう一度言ってくれませんか。くそー。ほじゃむくん言ってくれませんか。質問はこれです。3。何ですか。へへへ。アブドルラフくん。54。エゴズビラヒミラシェイタネラ。3プラス2とは何ですか。へへへ。エミリくん。ほじゃむくん4。よずくヘッドな。アブドルラフくん。54。ウメルファルク、答えを知ってる？やらさい。くそー。はい、アフォメット57。神よ、罪は何だったのでしょう。666。ホジャム君4。6足す6足す何ですか。ホジャム君2.5。くそー。666、この3つを足す。6足す6。ホジャム君4。12。4。12。ホジャム君。見ろ、手を下ろさないなら。ホジャム君4。アンニーノ。アーメネラ、スールとして知られて。やらさい。急がないで、ウメルファルク。まだ問題は終わっていない。アメネラルスールとして知ら、ボタンを押さないで、もう一度言うよ、答えてはいけない。アメネラルスールとして知ら、くそ。アフォメット、手を下ろしてくれ。オッケーと、ホジャム君。はい。アメネラルスールとして、ホジャム君、ホジャム君。やめろ。アメネラルスールとして知られて、アンニーノ。